モリモリ国へようこそ。こちらがモリモリネーム大友さんからいただきました。いつもありがとうございます。新コーナーを考えました。名付けて究極の選択。そしてこの究極の選択っていうのはこういうのですね。はい、じゃーん。究極の選択、イエーイ。本当にね、まずね、この1回目、これもまさに1回目なんですけど、こちら、はい。で、このコーナーですね、あさりさんは次の2つのうちどちらかしか選択できないとしたらどちらを選びますか。ちなみに究極の選択って言ってもこちら選択なんですね。この、わかる？アラフォー、アラフォー。私料理と掃除好きなんです。洗濯も好きじゃないんですねっていう話を前にしましたね。はい、いきます、こちらですね。そしてそれはなぜですかということで、1、3日間履き続けたパンツ、2、3日間着続けた T シャツ。次回の究極の選択は3日間履き続けた靴下と3日間使い続けたハンカチです。3回目の究極の選択はきっとありませんと悲しいこと書いてありますけど、大友さんもありがとうございます。選択、どちらを洗いますかっていうことだと思うんですけど、1が3日間履き続けたパンツ、2が3日間着続けた T シャツ。皆さんどっちですかこれ。私はですね、まあ、ぶっちゃけちゃうと1の3日間履き続けたパンツです。そうじゃない？そんなことない？みんなそんなことない。あ、 2？ なんで2なんですか？なぜ2なんですか？私が1な理由は、2はT シャツの下にシャツを着てるじゃないですか。肌着を着てるから大丈夫かなみたいな。パンツって嫌じゃないですか。パンツは、うん、直接ついちゃってるから、なんか家あるんですよ。うん、え、着ないですか？これまさにババシャツ？ T シャツそのまま着るよ。なんか T シャツってそのまま着る派の人と、なんか下に着る派の人いるじゃないですか。私はババアなので、ババアっていうかもう中学生とか小学生とか昔から下に結構シャツ着ますよ。うん。アサリはどっちも普段やってるよね。どういうことですか？3日間履き続けたパンツと3日間着続けた T シャツ。いや、そんなことないですよ。洗濯あんま好きじゃないですけど、ちゃんと洗ってますからね。3日間履き続けたパンツの方が気になる存在じゃない？そんなことない？どうなの？みんな T シャツの下に何か着るの？T シャツの下に、なんかシャツを着る。シャツ、なんていうかな、シャツですよ。な、シャツ、あれじゃないよ、白いシャツじゃなくてキャミソールみたいなやつを着ます。着ないで、あ、そうか、みんなキャミソール着ないよね男性キャミソール着ないよね。男性、そうか、男性ってランニングシャツになるんですかね。着ないの？なんかその T シャツとか汗かいた時にベタってくっつく感じがちょっと嫌だったりしません？だから T シャツ洗うじゃない、うん。あ、この、あーそっか、2のね、3日間着続けた T シャツね。やっぱ2なのかな。ちょっとぜひ皆さんチャットの方、1か2か教えてください。私すごい気になります。パンツはさ、うん、こう臭くてもジーパン履いてればなんとなく匂いは思える強い強いえ、本当ですか？え、でもなんかシャツはさ、うん、もろに外出てるじゃん。あ、おいにが追記になっちゃいますよね、うん。でも男性と女性でも違うと思うんですよ。なぜならば男性はもしトランクスとかだったら多分なんかほら通気性もあるじゃないですか。女性は蒸れるんですよ、パンツは基本。女はパンツ汚いからちょっとダメ、そんなことない。ちょっと女性の方も敵に回しますよ、ちょっとあ、みんな2って言ってる、やっぱり。やっぱその男性は2なんだ。いや、女性は絶対1ですよ。パンツ気になりますよ、すごく。パンツ嫌ですね。パンツ汚い方が洗いたいそう、結論、汚い方を洗いたいいいですかね、これね。はい、究極の選択、これ次回もやりましょうかね次回のコーナー、これ3日間履き続けた靴下と3日間使い続けたハンカチ